何も隠していない、全て話した。誓うわ。ありがとう、ローザおばさん。十分ですか、ウィル。これで話は十分だ。おさらいになった。リオン、金蔵に俺が話を聞きたがってると伝えろ。やはり本人に聞かなきゃ話は進まねえ。あなたはどちらへ？頭を冷やして整理する。ついてくんな。それは失礼。どうぞごゆっくり。どう？ゲームは。それは俺が聞くことだ。バトラは無能で、私を何度もイラつかせたわ。それに比べ、あなたは有能だから、見ていて安心できるわ。後ろ宮バトラの時と違い、誰の妨害もね、気楽なもんさ。もうそういうゲームは終わったの。物語は二度楽しめるわ。一度目はめでて、二度目は腹を引き裂いてね。俺を肉屋だと思ってやがる。どう？ベアトリーチェ殺しの犯人は分かりそう？ローザの告白は過去のかけらですでに知ってる。真新しい情報はない。進展はゼロだ。後ろ宮金蔵が本当のことを喋らねえ限り、これ以上の展開はねえ。まさか俺が金蔵を口説き落として真相を告白させるってのもゲームに含まれてるとは言い出さねえだろうな。そんなの退屈で死んでしまうの。真実を語らぬ金蔵は、それ自体が城に守られたキングだけれど、あなたのゲームの障壁になってしまっては面白くない。拷問はやらねえ。俺の流儀だ。わかってる。ゲームマスターとしてあんたに力を与えるわ。金蔵から真実を得られるようにね。探偵権限か。なに？その間抜けな能力。違うわ。それは観覧席への招待状よ。感激者権限か。それを元老院の許可なく与えることは禁じられてるはず。私を、私のゲーム版で誰が禁止する？
ぜい私を楽しませなさい。ついでにあなたも楽しむといい。このベアトリーチェのゲーム版の腹渡がどうなってるか、あんたも興味があるでしょ。ねえよ。誰だ？あ、失礼しました。声が聞こえたので、どちら様かと思いまして。シャノンか。今度はお前が受付をしているのか。はい。カノン君と交代で受付を担当させていただいております。ああ、カノンは？先ほど、リオン様に休みを取るようご命令を賜りましたので、今は休んでおります。お前も、リオンに面識がないのか。え？いえ、そんな。後宮リオンは、銀の指輪を許された次期当主だ。10年を務めたお前が、名前を言い淀むのはおかしい。それは。安心しな。リオンに面識がねえのは俺もだ。次期当主はクラウスのはず。子供もジェシカだけのはずだ。リオンなんて奴が後宮家にいた欠片なんて一つもなかったはず。後宮家の礼拝堂と思います。でもどことなく雰囲気が違います。それにリオン様という方がおられたなんて私全然知りませんでした。なのに旦那様も奥様も親方様もお嬢様も親類の皆様も当たり前のようにお話をされています。何が何だか私わからなくて。リオンはベルンカステルが置いた駒だ。奴を置くためにさらに大きな猫箱に変えたとも言っていた。それだけでなく、どうもここはいくつかの欠片が継ぎはぎして作られたまともじゃない世界らしい。この世界のお前は何年ここに勤めている？10年です。お前はそれだけの長い間後宮家に仕えてた。ならベアトリーチェのことをどれだけ知っている？親方様が深く愛された方くらいにしか。それだけか。あとその六軒島の夜の主と言われていて、そうだ。夜な夜な屋敷を徘徊すると囁かれる亡霊の名もまたベアトリーチェだ。
フルド・エリカの推理は正しいだろう。もともと六軒島に存在した悪霊の伝説、そこに金蔵のオカルト趣味と謎の女、ベアトリーチェの名前や肖像が、碑文が次第に加味されていき、黄金の魔女伝説に統合された。そして夜の闇が魔女という人格を得た。それが三人目のベアトリーチェだ。それが連続殺人犯のベールとなる。無理に理解するな。頭痛になら。申し訳ございません。カノンもリオンのことを知らないのか。はい、カノン君も私と同じでした。カノンも呼んで、二人に話が聞きたい。申し訳ございません。受付を開けることは許されておりませんので、私には呼びに行くことができません。なら、誰か代わりを呼んできて受付を代わらせる。あんたと、カノンと、俺、リオンを知らない三人で、一緒に話がしたい。受付は一人でいいと仰せつかっております。二人いちゃいけねえとは言われてねえはずだ。本日は人手が足りませんので、受付に二人も不要と仰せです。誰がそう命じた？金蔵か、クラウスか、それともリオンか、確認する。私の命令権者です。私は命令に逆らえません。その命令権者は誰だ？そいつに交渉する。交渉などできません。私たちの命令権者です。ここへカノンを呼べ。俺は拷問も感激も綺麗だ。カノンを呼べ。お前たちに確かめたいことがある。お呼びできません。それでもなお、それをご希望ですか？呼ばねえなら、お前を感激する。どうしてもとおっしゃるのでしたら、特別にお呼びすることもできますが。カノン君を呼んでまいりますが、よろしいですか？分かった、十分だ。二人で交代で受付を頼む。ご理解いただけまして助かります。
お帰りですか。立ち話をしていただけだ。こいつに聞きたかったことがあったんだな。それは何でしょう。そしてそれは得られましたか。ああ、お役に立てて光栄です。それは残念。傘をお探しのようでしたらすぐにでもご用意させましたのに。金蔵に話はついたのか。珍しい客人が挨拶をしたがっていると伝えました。お会いするそうです。ベアトリーチェのことを聞きたいとは伝えたのか。それはあなたの仕事でしょ。まあいいさ、こいつを試すだけの話だ。ご苦労様です。君の名前は確かシャノンです。そうだった、シャノンでしたね。引き続き受付をよろしく頼みます。肩を冷やさないように。ありがとうございます、リオン様。参りましょう、ビル。せっかく時間をいただけたのです。当主様の機嫌は秋の空より変わりやすいですよ。行ってらっしゃいませ。行くか。